こんにちは。今回はですね、内閣官房さんからの、仕事ということで動画作ってるんですけれども、堅苦しいなと思って動画消さないで一応ちょっとね聞いておいてもらいたいんですが、割とね役に立つ内容だと思うんですよ。旅行でこれやって大丈夫なのとか、これ今旅行しちゃって大丈夫なのかどうかよくわからんみたいな風に思ってる方がいっぱいいると思うので、国のお墨付きじゃないんですけども、国が、そしてここにですね、今ちょっとまた出ていただくんですけれども、大阪大学からですね来ていただいた大学の先生にも来ていただいてですね、皆さんに内容を細かくですね、旅行の際はこういうことをやってれば大丈夫ですってお話を今回はしますので、割といい話だと思うのでぜひ聞いていただきたいと思います。ということで、今回は国からのですね、ご依頼をいただいて、こういうふうに細かく台本とかを作ってですね、内容を間違いのないようにお伝えしようという若干堅苦しいところがあるかもしれないですけども、よろしくお願いします。ということで今日はですね、博多駅に来てるんですけども、すいません先生よろしくお願いします。はい、大阪大学からおいでいただきました忽那先生、いらっしゃいます。忽那です。よろしくお願いします。じゃあこれちょっとね、間違いないように台本を読んで言おうと思うんですが、忽那先生は普段は大阪大学大学院医学系研究科で教授として活動しつつ、最近は感染症学の専門家としてですね、いろいろなところですね、実際コロナ対策をお伝えいただいております。お願いします。よろしくお願いします。もう先生のお子さんは鉄道が大好きですね。はい、私はそういうこともないんですけど、息子に付き合って、はい、休日はよく電車に乗ってます。あ、そうですか。今のコロナ禍でも乗りに行かれてますか？乗ってます。そうですか。はい、ということは、ね、まさにその先生が普段どういうことをされているかというのも伺えると思うので、ぜひ この状況で、ね、列車に乗る時のポイントとか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は九州新幹線デビューの時に入れた新しい800系ですね。目が飛び出しているのが特徴です。いい車両が来ましたよ。先生、そうしましたら、はい、今度はこのホームの上で気をつけることを教えていただきたいんですけれども、はい、ホーム上っていうのは、屋外だからそんなに危ないことはないのかなという気がするんですけど、はい、いかがでしょうか？そうですね、おっしゃる通り、その屋内のような換気の悪いところよりも、空気の流れがあるホームの方が基本的には安全と考えて良いと思います。なるほど。じゃあそうしたらば、そのホーム上で気をつけるべきこととしては何がありますか？はい、やはりお互いがマスクをつけていること、そして、マスクをつけているとはいえ、大声になりすぎると飛沫が飛びますので、できる限り小声で話すこと、これができていれば多少距離が近くてもですね、はい、あまり感染の心配をする必要はないと思います。なるほど、ありがとうございます。確かに実際僕たちここで向かい合って喋っている状態ではあるんですけども、結構距離は近いんですがマスクをしているし、あまり大声ではないです。大声を上げなくても済むように、今日はちょっと高性能なマイクを取り付けたりとかいろいろやっておりますので、これぐらいであればじゃあ問題はないと思っておりますね。はい、ありがとうございます。ただやっぱり乗り込むときにすごい密集するっていうこともあると思うんですけども、はい、博多はね、始発だからないと思うんですが、そういうことがあっても、みんなマスクつけて大騒ぎをしないようにしていれば大丈夫だと。はい、その場合は多少距離が近くても、はい、ホームで並ぶ分にはあまり問題ないと思います。ただもしマスクをつけてないような人がですね、で声を出しているような人がいれば、やはり 1,2 メートルですね、距離を保っていただいた方がいいと思います。もしもじゃあそういう人を見つけたらば、それは自分たちが距離を取るということでうまくやっていきたいと思います。ありがとうございます。お待たせいたしました。まもなく発車します。次は新鳥栖です。じゃあ先生、はい、熊本までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新幹線の車内放送でよく言われるのが、座席を回転させないでということと、はい、それから、会話は控えめにっていうのはあると思うんです。で、その会話をするなってわけじゃないと思うんですけど、控えめというのはこのぐらいの声であれば十分控えめでしょうか？はい、今くらいで控えめだと思います。で、大声を出すとですね、やはりマスクをつけているとはいえ飛沫が飛んでしまうことがあります。ですので、飛沫が飛ばないようになるべく大声を出さないようにということですね。実際、例えばここからそこの一番前のところまで行くぐらい、例えば、おい、こっちだよとか言って、こうやって呼んだら、それはちょっとまずいわけですね。そうですね、そこまで大きい声を出すと、マスクをつけていても飛沫が飛んでしまうことがありますので、はい、そうですね、マスクをつけているとはいえ、あまり大声を出しすぎると、よくないですね。ということは、常識的な声の出し方だったらば、それほどは問題にならない。そうですね、これくらいの、そのお互い小声で、これくらいの距離でお互いマスクをつけていれば、感染のリスクはほとんどないと考えていいと思います。ありがとうございます。ということは、皆さん新幹線の車内では常識的な音量で会話をするようにしましょう。ちょうどなんかいい合間が入ってますね。先生、九州新幹線乗られますか？九州新幹線は、いや
初めてかもしれないですね。あ、そうですか、はい、あの北九州の、ね、ご出身だということで、産業の方が、ね、塗られると思うんですけど、そうですね、そうですよね、あの駅を出てですね、しばらくの間は速度を上げないんですよ。もともとここはですね、山陽新幹線 の、 あの車両基地の改装用の線路だったんですね。だから2011年にできたにしてはちょっと効果が当たら、あのちょっと古びてるというか、そう前からあったような感じするじゃないですか。なので、そうなんです、ここの資産も JR 西日本が保有してるんですよ。へー、なのでそうなんです、あの JR 西日本区間はまだ200キロとかは出さないでこの速さで行きます。へー、そうなんです。ではですね、この辺で大体福岡市から中川市に移るんですけれども、はい、あのここから左側を見るとそろそろ車両基地があるんです、はい、であの先生のお子さんが後ろにいらっしゃるじゃないですか、はい、ぜひね、あの後ろに向いて見えますよって挨拶したいところなんですけど、はい、あの座席の回転とかでずっと盛り上がるのはやめてほしいって JR さんの方から言われてるじゃないですか、放送で。でも別にここから後ろで話しかけるくらいは全然、はい、お互いがマスクをつけて大声にならなければ問題ないですね、はい、ということで皆さんもね、あのぜひマスクをつけて大声にならないということだけは十分に意識するように、ね、していただきたいと思います。ということで、あ、もうお気づきですね、あの博多南の車両基地が、そう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 、お詳しい、別に説明する必要はなかったですね。先生もこういうふうにご家族で乗られてらっしゃるわけですけど、はい、あの僕もこの間母と一緒にあの列車に乗って移動するってことがあったんですが、はい、あのそういう時って正直家族の間で、なんですね、あのすごく厳密な感染対策とかをしてもあんまなんかしょうがないんじゃないかなっていう気もするんですけど、先生はそういう点はどうお考えですか。まあ、あのご家族、ご一緒に同居されている家族とであれば、はい、まあ、通常家の中で、まあ、マスクずっとつけっぱなしということはないと思いますから、そうですね、あのこういう時だけあのお互いマスクつけて感染対策ということをですねしても、まあ、あまり感染リスクはそもそも変わらない、まあ、そうですね、そういうことです、合理性はないですよね、ですので、まあ、生活を共にする人の場合はですね、あのここまで厳密な感染対策というのは本来は必要ないですが、ただまあやはりあの電車の中ですので、まあ普段一緒に生活しない人が周りにいて、まあ、そういう方々からの感染には気をつけた方がいいですので、まあ、そういう意味では、まあ、あの同居されている方であっても、まあ、新幹線の中ではマスクをつけてですね、周りからの飛沫を常に浴びないようにしておくということには意味があると思います。そうですね、つまり例えば僕と先生が家族だったとして、はい、ここでマスクなしでお互いに会話してても僕たちは大丈夫ですけど周りの方はっていうことですね。そうですね、そうですよね、はい、それは十分気をつけないといけません。あとはよく言われていることなんですが、はい、あの都道府県を超える、移動について自粛してくださいという話がありますね、うん、次の停車駅新都市なんで、はい、早速まず1回県境を超えて、はい、新都市からもう1回福岡県に戻ってまた超えて、その、うん、この列車3回県境を超えるんですけど短い割にはあの県境を超える移動にはそれはそれで別の効果があるとは思うんですけども、移動すること自体はリスクの高い行為だと思いますか。移動することそのものに感染のリスクがあるというよりは、うん、移動したその先で感染が広がってしまうということなんですね。つまり、移動して旅行先で例えば会食をして感染が広がってしまう可能性があるので、特に感染 の、 その流行が広がっている時には県をまたいでの移動というのは控えましょうというようなメッセージが出されることがあります、はい、ただしその移動すること、つまりお互いマスクをつけて、まあ、小声で話してこうやって、今移動していること自体はリスクがあるわけではありません。つまり新幹線とかがあの感染の危険性が高い場所としてそこまで懸念する必要はないわけですね。そうですね、ちゃんと問題はやはりその移動した後の行動ということですね。よろしくお願いします皆さんも。ということであの早速ですね、一回県境を越えてあの新都市ですね。ちなみに先生は、はい、九州ご出身で、あの、鹿児島とか熊本に旅行に行かれたことありますか。あ、ありますあります、ね、はい、そうするとあの博多から今鹿児島まで行くと1時間半とか30分とか行っちゃうんですけど、めちゃ近く、そうなんですね、すごいですよね。いや、そうですね、九州新幹線は私あの九州新幹線が走るようになってから、はい、もうあの私東京とかで働いてたので、うん、あの鹿児島とか熊本行くとき飛行機使ってたんで、そうですね、なのでこう今回初めて乗るんですけど、めちゃ便利ですね。すごい便利なんですよ、あの例えば鹿児島空港とかってちょっと街から遠いじゃないですか、場合によっては福岡空港まで新幹線、あ、飛行機に来てそこから新幹線で中央駅まで行った方が早いとかあるんですよ。確かにそうですね、そうなんです。今度はですね、
消毒とかについての話もさせていただきたいと思うんですけど、感染対策っていうと、まあ、あの消毒とマスクをつけるっていうことを結構よく意識するなと思うんですが、やっぱり列車の中でも消毒とか必要ですよね。そうですね、やはりあの人がよく触るようなところにはウイルスが付着していることがあります、そういったところ、まあ、例えばこういう手を置くところとかですね、こういうところを触った手ではウイルスが付着している可能性がありますので、こういう状態で例えば自分の顔を触ってしまうと感染が起こる可能性があるんですね。ですので、まあ、自分の顔とかを触る前には、あるいはマスクを外す前には手洗いをしていただくということが重要になります。あ、なるほど。じゃあ、あの結構よく言われることとして、人が触れるところに触ったら消毒っていうふうなことを言われてると思うんですけど、まあ、実際それをやろうと思ったら、例えばあそこの、 あの貫通扉を抜けるときに、あのドアのところを触ったら消毒するとか、あのここを触ったら消毒、手洗いとかいうことになってしまうような気がするんですが、そこまでするんじゃなくて、あのマスクを外すという機会に、じゃあ今消毒しようというので目安にすればいいんですか。そうですね、あの現実には毎回その人がよく触るところを触った後に手洗いをする方が望ましいですが、感染が起こるのは自分の顔を触るときですので、まあ、その前にしっかり手洗いができていれば十分だと思います。そうですね。じゃあ、 あの僕も結構最近になってやっぱりいろいろなところを触るので、自分の手は汚いものだっていう意識が結構つくようになって、今自分の手は綺麗だなとか、今は汚いっていうのを頭の中なんか自動的に覚えるようなモードに切り替わってきてるんですけど、そういう思考も大事ですね。そうですね。で、マスクを取るような用事の時はクリーンな手で取るようにってことを意識してみようと思います。そうですね。はい、あとはこう 目がかゆくてこう触ろうとする時とかには、そうですね、その前に手洗いをしていただくということですね。わかりました。あの僕結構髪があの長くて全然切ってないんですね。なんであのちょっと本当切らなきゃいけないんですけど、邪魔だって僕をよくやるんですけど、そうするとここ多分めちゃくちゃ汚いと思うので、あのそれはちょっとよく意識しようと思ってます。はい、もう筑後川渡って久留米なんですけど、どうですか。早いですね。すごい早いですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。あっという間ですね。これまたちょうどね、ご存知の通り県境を渡って、はいはい、あのまた県境間の移動するので、確かにそうですね、さっき鳥栖に行ってまた久留米に入ってたってことなんですか。福岡と佐賀を反復横跳びするような感じになってます。なるほど。いや、早いな。信じられないぐらい九州新幹線で早いです。そうですね。マスクを外してすることといえば、まずよっぽどやっぱり頻繁なのは、喋ってて喉も渇くじゃないですか、はい、飲み物だと思うんですけど、ちょっとまずお手本の飲み方を拝見していいですか。はい、まあ、まずあのマスクを外して飲み物を飲む場合ですね、そのままあのこう黙って、飲み終わったらすぐマスクをつけるということです。ちょっと私やってみますか。お願いします。これ僕が何か喋ったとしてもマスクをつけるまでは喋らない。そうですね、はい、ちなみに先生がマスクをされてない状態で僕が横から話しかけると、まあ、あのそれは感染のリスクが上がったりとかしますか。これはですね、お互いがマスクをしている状態よりは、片方がマスクをしてない方が感染のリスクは少し高くなると言われています、うん、そうで、やはりあの、どちらかがマスクをつけてない場合は、まあ、話をするのは控えた方が本来はいいですが、はい、ただどちらかというとですね、マスクをつけてない私がマスクをつけているスーツさんに話しかける方が、例えばですね、飛沫がスーツさんの目とかに入ったりすると感染が起こりますよね。ですのでマスクをつけた人がつけてない人に話しかけるよりは、マスクをつけてない人がマスクをつけてる人に話しかける方が感染のリスクは高くなります。なるほど。じゃあもうこのったら絶対に喋らないようにということは まずやっておくことです。じゃあちょっと僕も、こんな感じですね。はい、バッチリです。まあ、言うなれば黙飲みたいなところだと思います。そうですね、黙飲です、はい、そうですね、まあ、このぐらい簡単ですからね、飲む一瞬喋りながら飲み物飲めるわけじゃないんで、みんなも実践していただきたいと思います。はい、もう大元なんですよ。はい、早いですよ、早いですよ。ということで、そろそろ僕らも駅弁を今度は食べようと思います。はいですね。じゃあ、ちょっと風船いただいていいですか。駅弁ありがとうございます。ちょっと担当の方がですね、来てくださいました。ありがとうございます。これは先生もご存知ですか、この駅弁は。はい、
私もあの北九州出身ですので、はいはい、このオリオ名物柏飯は昔からよく食べています。いや、いいですね、はい、いや僕ね今日駅弁が出るっていうのは聞いてたんですけど、何が来るのかなと思ったら柏飯をやっぱ国が認める九州の駅弁でいいなと思ってまあこれちょっと、ね、冗談ですけど、こんなことあの本当に言ったら、ね、大変なんだ。国が認めたってあの僕がただふざけて言ってるだけなんでたぶん紐をね、引っ張るんですね、1本。なるほど、すごい。確か。小倉のもう本当、あれですか、中心部というか、小倉北区とか南区とか、そこら辺ご出身なんですか？はい、私は小倉北区出身なんですけど。あ、そうですか。はい、おー、ますね。ちなみに、あの、テーブルがここに本当はあるんですけど、はい、出したいところなんですけど、はい、やっぱり先に手を洗いに行く前にこれを触って出してから洗いに行くべきでしたね、まあ、今日はもうこのまま食べましょう、うん、大丈夫です。では大牟田をもう出てしまいましたので、はい、あの残り時間はあまりないんですけれども、次あの新玉野でその次は熊本なんですよ。近いですからね、うん、すいません。じゃ あの先生また例によって食べ方をあの伝授いただきたいと思います、はい。まずやはりですね、その食事を食べるときには、まあ、マスクを外さざるを得ませんの で、ね、マスクを外した状態でお互いが会話することによって感染が起こりやすくなります、はい、ですのでマスクを外して食事をしているときには黙って食事をする、まあ、黙食ですね、これを徹底するということが重要になります、はい、あの多分なんですけど今回の中で黙食が一番トップで断然重要なんじゃないかなと僕思ったんですけど、ね、まあ、はい、もちろんマスクしないであの人前で喋るっていうのもそうなんですけど、マスクを外して喋っちゃう瞬間の個人的に第一位はやっぱ食事中かなと思うんですけど、はい、圧倒的にそうですよね。そうです、ですよね、はい、では僕たちもマスクを外して、はい、ここだけはおとなしく食べた方がいいですね。はい、そうですね、はい、お願いします。ではスッさん、はい、今度は私から質問させていただきたいんですが、はい、ぜひ。私は鉄道の業者さんが実際にどういう感染対策をしているのかというのはあまり詳しくないんですが、はい、そのあたりはいかがでしょうか。なるほど。まずよく言われるのはですね、まあ、換気とかもそうなんですけど、ネット予約をして、で駅で緑の窓口で話さなくてもすぐに、切符を買えるようにというようなことをやっています。ネットで予約ができる。そうなんです、ね、だから今回のやつもですね、これ見ていただくと分かるんですけど、視聴者の皆さんにお見せしますが、ネット切符というやつで買ってるんですけども、まあ、実際 JR 九州に乗る場合はですね、基本的にネットで買った方が安くて、特に例えば小倉大分間の日輪とかあると思うんですけど、はい、あそこら辺のやつとかはもう高速バス、西鉄バスとの競合がすごいんで、ネットで買うともうなんか5割引きみたいな信じられない値段になったりするんですよ。そうなんですよ。安くもなるし感染対策にもなるんで、なるほど、ネットで買うのがいいと思います。なるほど、はい、というのがまず一つですね。それから他には換気なんですけれども、はいはい、まあ、やっぱりその鉄道車両の換気は結構いい性能のいいものだというふうなことは聞いておりまして、うんうん、この車両は800系というんですけども、はい、800系とかそれから東海道とかでこの間も出したら旧型の700系とか共通なんですが、はい、だいたい6分から8分かな、それぐらいで空気が入れ替わるという。そうですか、はい、まあ、一般家庭での推奨は30分に1回換気をしましょうですから、まあ、6分から8分に1回ということであれば、まあ、十分換気ができていると考えていいと思います。じゃあやっぱり相当高いんですね、この換気能力としては。そうですね、はい、はい、うん、十分だと思います。そうですね、うん、じゃあ実際に列車の中でみんながその一家の団らんのようにものすごく騒いでるわけでもないじゃないですか、はい、このぐらいの声で飛沫の量も少ないと思うので、はい、じゃあ正しく利用していれば安全性はだいぶ高いんですね。そうですね、その先ほどのようにマスクを外した時に会話したりとか、はい、そういったことがなければ基本的には感染のリスクが高いということはないと思います。そうですか。じゃあ例えば僕たち今9番の AB に座ってますけども、そうですね、あそこの7番の CD のところに、マスクをしてない人が例えばいたとするじゃないですか。で、なんかまあ盛り上がるほどじゃないけどもお弁当を食べながら会話してたみたいなので、実際列車に乗るとあると思うんですね、うん、そのぐらいの距離だったらば、ちょっと問題が発生する可能性はありますか。これがその換気の悪
悪い空気の流れがない空間であればですね、はい、その飛沫の距離を超えて感染が起こることがあるんですね。ただしこの新幹線のようにそれだけ頻度が高く換気をされている空間であれば、これだけ距離が離れていればですね、遠くでマスクを外して喋っている人がいるとして、はい、自分がマスクをつけていて感染するというリスクは低いと思います。あ、そうですか。じゃあそれぐらいだったら僕も逆に、もちろん気をつけるべきことは気をつけますけども、あまり神経を過敏にならずにですね、やっていこうと思います。はい、なんか今その新幹線のすごさをアピールしているところで、ちょうど上からなんかいい音楽が流れてきましたね。終点の駅に着く前だとちょっと音楽が変わったりするんです。あ、なるほどなるほど。そうなんです。ちなみに他にも飛行機は3分から4分で換気されるとか、バスもなんかそれぐらいって言われてるんで、はい、結構一般に利用する乗り物はこういう風な長距離乗るような乗り物になってくると、割とどれも同じような条件みたいですね。そうですね。で飛行機とかもですね、はい、やっぱり長く乗っていれば乗っているほど感染するリスクが起こりうると言われています。これはでもやはりその長時間乗っていると、そういう先ほどのようなマスクを外しての会話の場面が増えたりとかですね、ということが起こりえますので、ですので、あまり長時間になってしまう場合には、そういうその特にですね、そういうマスクを外す場面がないか、そういったことに、注意しながらですね、乗っていただきたいと思います。確かに普段の電車と比べてね、1時間2時間乗るってなったら、お弁当を食べたり、なんかちょっとビール飲むかとか気が緩んだりとか、はい、そうですよね。気をつけましょうということで、あっという間でございました。本当ですね。もう本当なんですね。しかもこれわざわざそういう撮影の時間を確保するために、時間もかかる列車に乗ってるんですよ。あ、各駅に止まる。もっと早いんですか。本当は博多熊本ノンストップとかもあるんで、それ行ったらもう動画なんか撮ってらんないですね。なるほどなるほど。熊本城が見えますので、ぜひご覧になってください。はい、ちょっとこの高架の脇のところに在来線の上熊本っていう駅があるんですけど、はいはい、その在来線の駅の上を通過したところぐらいから右手前方を見るといい目安になります。まもなく終点熊本に行きます。お出口は右側です。そろそろですね。今これがその在来線の駅なんで、見ました見ました。いや、あれもうちょっとね、右手だと思います。あ、見えた見えた、わかりますか。あれですか。そうですそうです。ありがとう。あれですね。そうですそうです。ゆきゆき、これお城お城、乗り換えのご案内だった熊本城、新幹線各駅に止まります。見えたかな。見えました。よかった。結構見えるんですよ。これ新幹線からだと割とよく見えるんですよ。そうですね。新しい熊本駅においでになるのは初めてですか。初めてだと思います。そうですね。ここに空港は使ってるんで、あ、はい、そうですか。あんまり駅は初めてだと思います。こっちは来ないですよね。はい、ここにですね、面白い噴水があるんですよ。これは阿蘇山をイメージしてるらしいんですけど、ね、ちょっとなんか地味で、かえってそれが面白い噴水ですよね。ちなみに熊本市はですね、水道水が全部ミネラルウォーターだそうで、阿蘇の天然水をここにこういう風に流してるそうです。せっかくね、今日ちょっと旅行じゃないですけど、一瞬だけ熊本に来ていただいたんで、何か紹介したいなと思って。いや、ありがとうございます。いや、駅も綺麗ですね。そうなんです。駅もね、新幹線がすごい立派になったんですよ。あと反対側も行きます。反対側もね、すごい最近綺麗にしたいですね。はい、九州新幹線ができてですね、熊本駅周辺も相当賑やかになりまして。本当ですね。はい、確かに。こちらは駅も、これはもうつい最近できたんですよ。熊本城の石垣をイメージしてるそうです。ああ、なるほど、かっこいいですね。結構かっこいいですね。今回はちょっとね、どうしても私たちも仕事なもんで、来てとんぼ返りなのが残念ではあるんですけれども、ご紹介できたらと思ったんですが、実際やっぱりこういう風な旅行をしたいっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、私の知り合いでも、まだ行くのは怖いなとか、今行っていいのかなっていうような方もいらっしゃるんですね。で、今みたいなやり方でちゃんと気をつけて回る分には、むしろ今の段階ではそこまで恐れすぎる必要はないという風に皆さんに発信したいと思うんですけれども、そういう風なことを言って、全然問題なさそうですよね、今の。そうですね、ことを気をつけるという前提で、この2年間でですね、やはりどういった行動が感染を広げやすいのかということがよく分かってきましたので、それはその移動そのものというよりは、移動した先での会食であったりとかですね、そういうことが感染を広げやすいということですので、そうしたことに、十分注意しつつですね、旅行していただく、理想的にはワクチンを2回接種完了している、あるいは移動前にですね、PCR 検査をする、こういったこともした上で、旅行すればより安全にですね、そうですね、旅行を楽しむことができると思います。
私もですね、やっぱ動画一番コロナが出てきて緊急事態宣言みたいになった時にまだよく分かってないので皆さん旅行はやめましょうっていう風に YouTube で呼びかけをしたんですけれども、その後緊急事態宣言が明けた後になって旅行したい動画を出したりとかしてて、こういうのは気をつけてるんですよとは言っても、うん、お前あの時旅行するなって言ったのになんで今手のひら返して旅行してんだよみたいな風になるんですけれども、要するにやっぱりその気をつけるべきことが割と最近はっきりしてきた点が、はい、私たちにとっての強みかなと思ってるんですが、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、ということなので入ってきた情報をですね、どんどん巧みに使って、安全な旅行をするという前提でやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。また40分ぐらい滞在してもう熊本を離れることになりました。今回はもう紹介のための仕事なんでね。さようなら。素晴らしいお子さんでしたね。いや、さっきお話ししましたけど、はい、すごいびっくりしたのがこの、ね、写真を一緒に撮っていただいたときに、はい、もう写真を撮り終わったらマスクつけるけどもつける前にマスクのない状態で写真を撮ったお礼ありがとうございましたって言っちゃう人がやっぱり普段 YouTube とかやって多いんですけど、はい、まあ、街で歩いたりとかしててやっぱ自分で言うのもあれなんですけど割と有名なのでいろんな方に写真撮ってくださいって言われるんですけど、はい、もう95% ぐらいもう皆さん写真のためにマスク外した後つける前にありがとうございましたって言われるので、まあ僕としてももう分かってるので、うん、一番もう1000人とか感染者がいた頃は、はい、もうマスクつけた状態で写真撮影というふうにやってまして、はい、で今はマスクは外してるんですけど、うん、撮り終わったらもう反射的に2歩ぐらい離れてっていうのもう撮り終わった瞬間にですねやるようにしてたんですけど、お子さん全然喋られなかったですね。そうですね、もう初めてレベルです。びっくりしました。本当ですか。普段なんかそういう風な教育とかされてるんですか。やっぱりマスクを外して声を出すと感染するかもしれないから気をつけようねっていうことは、はい、よく言ってます。ご自宅の中でも。はい、皆さんもぜひなんかそういうお子さんを育ててほしいなと思います。結構親世代の方がねたくさん見てらっしゃる。なるほどなるほど。スーさんは何か、はい、気をつけてらっしゃることとかはありますか。まあ、やっぱり僕も、まあ、さっきもアルコールのやつ持ってきたりとかしましたけど、はいはい、そうですね、僕はお茶飲む前とかはなかったんですけど、はい、口に触るような時とかは、はいはい、もうその前に必ず消毒するか手洗いっていうのはもう絶対やってます、はい、あとはやっぱり僕もマスクをしてない時に喋るっていうのはないですね、はい、いろいろなんか YouTube とかで撮影とかで食べ物を紹介するっていう機会もあるんですけど、例えば人前で食べ物を紹介するってなったら一旦ここに載ってる食べ物を取ってでやって、それで美味しいですねみたいな、もうそれをやって、あとはまあ本当にすごい混雑している人がたくさん喋りまくっているような環境とかに近づかないようにしていれば、まあ、なのでたまになんかそういう例えば若者とかが路上飲みしてる空間とかあるじゃないですか、はい、そういうような例えば繁華街とかに近寄らないようにとかやっておけばもうそんなに危険はないのかなというふうに個人的には思ってますね。そうですね、やはりマスクを外した状態での会話というものが一番リスクが高いですし、はい、まあ、移動そのものが感染リスクではないということで、その点だけ気をつけていただければ。そうですね、いいかなと思います。はい、いや心強いお話ありがとうございます。ちなみにですね、ここにこれ僕の話なんですけど台本があるんですけど、うちの会社のですね、優秀なマネージャーさんが書いてくださったやつなんですけど、ここにですね今日の話を聞いてまだまだ甘い部分があるなと思います。特に食事はついついマスクを外した時の話とかって書いてあるんですけど、それはですね、絶対やりませんのでちゃんとできていたというそういうことですね。まあ、その自分のこと心配する必要はそこまでなのでしたから、はい、なので今後も同じような調子でやっていきたいと思います。あとはですね、体温計もやっぱ持ち歩いてでちゃんと使ってるつもりではあるんですけども、それは多分皆さんに、ね、やっていただいた方がいいですよね。そうですね、はい、やはり、まあ、熱があるとかですね、体調が悪い時には無理に旅行に出かけないということも重要なことだと思います、はい、ありがとうございます。
か。で、まあ、本当は毎日測った方がいいかもしれないんですけど、実際あの熱があるかどうかってある程度自分でも分かるので、多分毎日はやってなくて、例えばあの今日みたいな、今日あの僕朝羽田空港から飛行機でやってきて、でまたこれから福岡空港で帰ると思うんですけど、で飛行機2回とか乗ってると頭がちょっと痛くなったりすることがあるんですね。で、あのその時にそれなんかその飛行機に乗ったことによるあのよくあるやつなのか、あの熱が出てるのか分かんなかったりするなっていう時があるんで、その時にこの数値の力を頼ったりって結構やってるんですけど、本当だったら毎日測った方がいいですかね。まあそうですね、あの、まあ、毎日の、まあ、体調管理という意味であの測定する意味はあるのかなとは思います。わかりました。じゃ あ, あのちょっと本当はあの毎日、ね、測った方がいいということだったので、あの若干ちょっとね甘いところがあったかもしれませんでした。台本通りにできました、まあ、実際あの測るようにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。やっぱり今感染者が減っているのはワクチンの効果だと思ってもいいですね。そうですね、あのかなりその数ヶ月間の間に日本全体で一気にワクチン接種率が高くなって、で今は感染予防効果が高い人が非常に多いので、はい、それで感染が今広がりにくい状態になっているということですね。そうですか。とするとあのワクチンの効果ってこれから下がっていくだろうと言われてますね。はい、そうそう、はい、ワクチンを打ってですね、まあ、3、4ヶ月くらいは十分感染を予防する効果が続くんですけども、まあ、半年くらい経ってくるとですね、それがもう大きくぐぐっと下がってきて、ワクチンを打ってるのに感染してしまう人が増えてきているんですね。これはあの海外のいろんなところでそういったことが起こってますので、今後日本でも起こる可能性が十分あると思います。とすると結局3回目のワクチンを打たないとまた危険な状態に戻ってしまうという認識でしょうか。はい、あのおっしゃるとおり、そのワクチンを打ってですね、まあ、2回で意味がないことはなくてですね、2回打つと重症化しにくい効果はこれは長期間続くと言われています。はい、ただ感染を防ぐ効果は時間が経つと落ちてきてしまうので、もう1回ブースター接種をすることで感染をまた防ぎにくくするような状態になろうということで、まあ、今ブースター接種が始まっているところですね。あ、そういえばあのその感染を予防する効果というのは、はい、ワクチンではあの発症予防という話が前あったと思うんですけど、はい、あの発症予防ではなく感染を予防する効果も認められてきているんですか。はい、あの当初はですね、その研究のデザインが感染を防ぐ効果がわからないようなあの研究の設定だったんですけど、今はあの感染そのものを防ぐ、ひいては発症を防ぐということが分かっています。そうですか。じゃ あ, あの自分の身も他人の身も守れるものだと確認できているんですね。そうですね、自分自身が感染しにくくなることで周りにも広げにくくなるということですね。あ、そうですか。それ知れてよかったです。ありがとうございます。ではあと最後にですね、はい、今の12月現在大変話題になっておりますオミクロン株について先生に教えをぜひ聞いたいと思うんですが、はい、このオミクロン株というのはそもそもなんでこんだけニュースで言われて警戒されているんですか。はい、まずあの感染力が非常に強いということで、もともと感染力が強いと言われていたデルタ株という変異株よりもさらに感染力が強くなっていると考えられている変異株です。ですので、もし日本国内にですね侵入してしまったら、今までよりもさらにこう感染の拡大のスピードが速いんじゃないかということが懸念されているという状況ですね。なるほど。そうすると、まあ、今入りつつある状況じゃないですか。はい、でそれが日本中に広まっていくと、ワクチンを打っていたのがまた無に帰するようなことになったりというのも可能性としてはありますか。はい、あのまだですね、そのワクチンの効果がどこまで落ちるのか、あのよく分かってないところがありますが、2回接種をしている人も、このオミクロンには海外では感染している人がいるようです。ただし、おそらく重症化を防ぐ効果、これは保たれているだろうというところですね。そしておそらく3回目のそのブースター接種をすることでオミクロンに対する感染予防効果もかなり高めることができるというふうに考えられますので、今後そのオミクロンが広がってくるのに備えてですね、ブースター接種を広げていくということが今重要になっているという状況ですね。ただその3回目の接種をやはり完了させるまでには一定の時間がかかると思うので、はい、その間に、まあ、一時的かもしれませんが、あの前回まで の長期間続いた緊急事態宣言のような事態になる可能性も否定できないわけですよね。まあ、そうですね、その、まあ、今一つはですね、その
まだこれは分かってないんですけど、はい、あの今までのその変異株デルタとかと比べて重症化する人が、まあ、増えてないんじゃないかという話もあります。でこれがあの実際感染者が増えて本当にその医療機関がですね逼迫するようなことがあればそういう緊急事態宣言というものもまた出されるかもしれませんし、まあ、重症化する人が今までよりも少ないということであれば、まあ、そういうことも起こりにくいのかもしれません。このあたりはもう少し状況を見てみないとわからないところですね。なるほど。じゃあ、まあ、もしかしたらあの怖い思ったよりも怖いことにならないかもしれないけれどもまだよくわからないものであるという要素が必要ですね。そうですね。はい。ですのでよくまだわからないので、はい、まあ、今のところはやっぱりあの重症化するかどうか重症化しやすいという可能性もで、まあ、これまでと同じくらい重症化しやすい可能性も含めてしっかりと備えておくべきだと思います。なるほど。ということを考えると3回目のブースター接種までの間特に、まあ、その後もそうかもしれませんがあの先ほどからご案内してきたようなことをやって、はい、あの市中拡大をあの防いでいくということは大変効果があるわけですね。そうですね。やはりあの一人一人の基本的な感染対策を継続していくということはこれはあのオミクロンが、拡大を遅らせるためにも非常に重要だと思います。ありがとうございます。あのちなみになんかやってみて思うんですけどそんなにこれらの感染対策って難しいことじゃないような気がするんですよね。そうですね。はい、はい、別に、まあ、極端な話あの普段マスクつけてご飯食べるときは黙る以上のことってそんなにはないですよ、まあ、あと目をこすらないとかもちろん細かいことはあると思うんですが。そうですね、はい、まあ、あとはこまめな手洗いとか、はい、あの本当にその大切なことってですね、はい、あのまあおっしゃる通りそのこまめな手洗いマスクをつける3密を避ける、まあ、非常にシンプルですよね。ですので、この2年間でいろんな感染対策をしてきて、まあ、ここまでは必要ないよねっていうのがだんだんと今分かってきている状況ですね。そして、まあ、やっぱりこう持続的にあのできる感染対策というのはやはりあのシンプルな方がいいと思いますので、はい、あのそれぞれが継続的にできるこの基本的な感染対策というものをあの理解した上で続けるということが重要だと思います。あの非常にですねあの意義のある話になったと思います。あの無理なことはせずに済むように専門家の方も皆さん考えてくださっているのであの感染対策というものの難易度がどんどん下がっているような気がするんですよね私は。なのであのやらなくていいっていう話じゃないんですけどもやる必要はあるんですが無理なくできるようにこの2年間でどんどん変わってきたように思うのであのその無理なくできる範囲のそれほど難しくはないことですね。ぜひあのこれからあのそんなに頑張るっていうほどやらなくてもいいと思うのでやっていきたいと。習慣としてですね身につけていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。旅行自粛とかする必要もね今のところそこまではないという状況になってるわけですから。そうですね。流行状況に合わせて、はい、考えていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということ話をしている間にですねあのもう久留米まで戻ってきてるんです素晴らしいですよね。早いですね。そうかこれはあのさっきとは違っていくつか飛ばしてるんですか。そうなんです。多分久留米新都市測ったとしてそれだけしか止まらないんです。もしよければちょっと眩しかったですけど窓を開けていただけると、はい、雲仙がご覧になれると思います。多分あの真正面に見えるのはあの曇っていますが雲仙の山だと思います。そうですか。へえ。九州新幹線から見えるんですが。なるほどなるほど。この奥のやつがそのはずです。ちなみにあのこれは僕は個人的にお伺いしたいだけなんですけど、あの先生は普段はどういった研究をされてるんですか。普段はですね、まあ、大学病院であの感染対策室の感染制御部というところで、はい、病院の中の感染対策の仕事をしていたり、そういうことですか。はい、感染症の患者さんの診療、はい、診察をしていたりとかですね。 あとは、まあ、学生さんの教育とか、はい、あとは、まあ、コロナに関する研究とかをやっている感じですね。はい、そうですか。はい、先生 あの、はい、ご出身は、はい、あの北九州と伺ってるんですけど、はいはい、この新幹線これから博多まで行くじゃないですか。博多から小倉まで新幹線15分なんですけど、そうですこのままもう飛行機でお帰りですか。私はあの大阪大学に働いてるので、じゃあ今日は大阪にお帰りで、はい、新大阪まで帰って、はい、そこから、モノレールとかの阪大病院前というところまで。そうですか。あ、なるほど。ということは、まあ、やっぱりあの小倉はスルーなんですね今日。小倉そうですね、素通りして帰りますすいません、もうあの私も東京から、ね、これのためにトンボ帰りではあるんですけど、あのお互いにお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。
ということで、もう博多でございます。はい、早いですね。でなんならね、このまんまあの東京まで本当は東京であの新大阪までね、あの乗って帰れるんですけど、本当は直通ですからね。あ、そうなんです。もう新大阪、鹿児島は直通なんですよ。そうなんだ。ちょっとラストシーンの撮影のために一旦降りいただくんですけど。先生、今日はもうバタバタでしたけども、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。早かったですね、新幹線が。スーツさん、忽那先生、今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。九州新幹線の旅はいかがでしたか？あのすごい早いですよね、九州新幹線。そうですね、あっという間でしたし、まあ、あの感染対策という面でも、まあ、換気もしっかりされているということが分かって、あのとても安心できました。ありがとうございます。先生とお話してたんですけども、はい、あの私が今思っているよりもさらに鉄道はちゃんと気をつけて利用していれば安全だということはあの分かりました。ありがとうございます。あの JR 九州ではですね、はい、本日スーツさんにご紹介いただいた通り、しっかりとですね、さまざまな新型コロナ対策を実施しております。今後も引き続き新型コロナ対策を実施して、皆さんに安全に、そして安心してご利用いただけるようしっかりと進めてまいります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちも安心な新幹線たくさん乗っておりましてですね、まあ、私も皆さんに見ていただいている通りなんですけど、忽那先生も緊急事態宣言の時を除いてはですね、実は単身赴任の関係で東京大阪間をあの頻繁に新幹線で移動されているぐらいですので、はい、あのぜひ皆さん、私が言うのもあれなんですけど、あの安全なあの新幹線、公共交通機関をですね、十分注意して、これからもあの利用していっていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。